そっか、伊丹市宮前布団太鼓、布団太鼓、おみこしだな、お祭りだ、宮前祭り。ああ、もうここ子供がね、ちびの頃はねよく行ってあげたんですけども、もう今日は雲が一応ありながらも秋晴れですね。はい、10月は20何日じゃなくて、何を言ってんだ、10月、本日は13日。ああ、腹減ったよ、腹減った、腹減った、おいしいおいしい、おいしいぞ。おお、満腹。はい、猫肉球元の猫文太です。こんにちは。いやー、秋晴れ、久しぶりの秋晴れです。並びにバイクもね、この前の台風、ギリギリ日本海の方ね、台風25号でしたっけ、行く前はねえらい雨だったんですけども、現地到着してからの、まあ晴れテラスですね、晴れ間があって、もう終盤になったらもう雨が降ってきたので、そこでまあ解散、雨が降って解散となったわけなんですけども、まあそれからですね、気温も、数日経ってからぐっと下がってね、ぐっと下がったっていうかね、まだ昼間は暑いんですよ。今日はまだ、22度、関西、阪神間ではね、まだ22度、ちょうどいいんですね。まだ私今今日ね、まだメッシュジャケットなんですけどもね、まあさすがに夜は寒いと思います。まだねこのメッシュジャケットで昼間はね活躍してくれると思います。今日だからね、針の時も何やかんやいて、まあ、気温がちょっと、まあ、湿度が高かったというのもあるんですけども、結構ムシムシとね、まあ私のちょっと普段の睡眠不足っていうのもあるんですけども、体調管理ができてないのでもう汗かいてしゃあなかったんですけどね。ははは。でまあ今ねだから数日経った後の、まあ2週間ほどか経った後、あれいつ行ったっけね、10月6日だったかなって、晴れテラス、7、8、9、10、11、12、13、あ1週間、えそんなもん、まあその間にね、ぐんと日本海が、大陸側のね高気圧、まあ、それでね、暑いといえてもね、カラッとしていますんでね、大変このメッシュジャケットでもね心地いいわけなんですよね。今ね兵庫県は宝塚市、大浜っていうのかオバマっていうのかな、多分オバマ交差点、いやわからん、はいはいはい、まあ、今鶴の荘交差点です。本日も安全運転で行きますよ。
行きますって言っても今日ね、どこに行くか言ったらね、今日向かうところはですね、今日やりたいことはね、とりあえず温泉です。温泉に入りたいと。今まではね、武田尾温泉ですね、宝塚の、まあ、西宮寄りの神戸寄りっていうかな、はい、西宮寄りかのところにはございますね。まあ秘境とも言えますね、武田尾温泉ですね。そちらの方にね、足湯はちょくちょく、ちょくちょくっていうかちょこちょこまあ行ってたわけなんです。で足湯言うてもまあね、まあ30分足をね浸からせるっていうスタンスなんですけれども、まあ今日は渋滞だな。渋滞言うてもまだ走れとる方か。